こんにちは。一人で稼ぐシリーズご覧の皆様、皆さん、ね、伏線という言葉ご存知だと思うんですけども、伏線がどのぐらい重要かってことをちょっとお話しますね。特にね、自分の商品を販売しようとするときに、どうですか皆さん、売る時だけね電話かけてくる人とか、セールスの話があるときだけ会おうかって言ってくる人、どうですかね。ちょっとなんかあれですよね。でも普段から関わって、普段からね情報提供してくださったりとか、普段からいい関係を築いている人が、いや今日ね大事な話なんだけどみたいな感じだったら聞いてみようかなと思うじゃないですか。だからインターネットビジネスもここものすごく言えてることなんですけども、例えば YouTube で話すにしても、 SNS に書き込むにしても、メールが来るにしてもね、どちらにしても同じなんですけども、普段から関わりがある人がたまにセールスかけてくる分には、あ、どうってことないんですよ。ただですね、その用事がある時だけなんか急にね、こちらの方にクリックしてくださいとか、登録してくださいとかっていうのは、やっぱ人に敬遠されがちなんではないかなと思うんですよね。まあその辺を使い分けていくために、普段から伏線を張っておくってことをするんですよ。例えばですね、もうすぐ4月ですけども、4月にはやっぱりね入学式とか卒業式ってあるわけですよ。そうなるとですね、3月の頭とか2月の末ぐらいから、卒業式に必要なものとか入学式に必要なものとか、そういう風な雰囲気で盛り上げていってですね、で、入学式にはこうやってカメラで写真、記念写真撮りましょうかっていう形で、お得なカメラのセールスですよってやったりとかですね、卒業旅行のプランを説明するときも、まあ、いろんな旅番組をねずっと演出しといて、まあ今回は箱根に行ってみたいなと私も思ったんで、箱根の旅行をここで申し込みましたみたいな感じでオチをつけていくって形ですよね。まあそういうふうにして、いきなり何かね、登録を促したりとか連絡を促したりするっていうのは、なかなか人は動いてくれないんですよ。やっぱりね、エンターテインメントでワクワクさせて盛り上げていって、そして肝心なところで落としどころっていう形なんじゃないかなと思うんですよ。まあテレビドラマもね、思い浮かべていただいてもいいんですけども、60分ある番組のテレビドラマの番組の中で CM ばっかりだったらうんざりしちゃいますよね。でもやっぱりそのドラマの中でね、例えば最近のドラマは分かりませんけども、私の時代だったら主演のね男性がこう車でかっこよくね女性を迎えに来るわけですよ。それで乗ってくかいって言って、なんかこんなのも古いですけどもね、乗ってくかいって言って、女性がかっこよく車に乗ってファーッと去っていくところで CM インして、トヨタの CM がブワーッとあるみたいな、ね、そしたらこう車があった方がデート成功しそうだなっていう風になるわけですよ。まあ、こういう風に形を作っていくってことなんじゃないかなと思います。まあメディア運営ね、インターネットビジネスする上で非常に大事なんで頑張っていただきたいんですけども、普段の発信が大事っていうのがこれで分かったですかね。だから割合としては99が演出のための無料動画の公開だったりとかね、無料の情報提供だったりするわけなんですよ。要するに普段の接触回数をザイオンス効果をもとに高めていくっていうのが99です。そしてこっちの1っていうのがセールスです。オファーとかね、何か行動を促すものなんですよ。この割合でいかないといけないんですよ。だから発信が多くなるんですよね。発信が多い人の方がセールスがうまくいくんですよ。ただ逆にですね、普段の出現回数が少ないのに、出てきたと思ったらセールス、出てきたと思ったら販売とかだったらどうですかねってことなんですよ。このバランスが逆になっちゃう人がなかなか売れない人であって、よく売れる人ってのはやっぱり、ね、よくね発信してますよね。まあそういう風にして、いけばいいんじゃないかなと。 CM 効果ってやつを使っていければいいんじゃないかなと思います。皆さんもね、テレビやインターネットを見た時に何回も見るものに対して信頼関係を抱くと思うんですよ。急に出てきたものとかはね、なかなかすぐに購入しようかって気にならないと思うんですよね。まあそんな形でございます。以上です。